はい、それではやっていきたいと思います。とりあえず比較ができるようにこっちの目だけやってみようと思います。まずは目に立体感というか彫りを作っていきたいので、ちょっとシェーディングっぽい感じのカラーをのせていきます。キャンメイクのパーフェクトマルチアイズ05番を使っていきます。この右上のカラーですね、肌なじみが良さそうなこのブラウンカラーを筆に取っていきます。立体感を作りたいので、この目頭のところと目尻のところをちょっと濃いめに塗るようなイメージで塗っていきます。やっぱ奥行きが出るとすごく目も大きく見えるので、とりあえずここに肌なじみもいいけどちょっと濃いめのカラーを塗っていきます。これはなんかもう仕込みみたいな感じかな。とりあえずこんな感じで塗れました。続いてもっと目元に深みを作っていくために、今は結構アイホール全体的に塗っていったんですけど、この二重幅の幅、この内側ですね、ここの目尻と目頭のところにこのちょっと赤みがかったブラウンなんですけど乗せていきます。私が特にそうなんですけど、二重の線が本当になんかもう線って感じなんですよね。食い込むような二重じゃないので、あんまり目元がくっきりとしないんですよね。でもこれを塗ることではっきりとした印象になるので、より目元にも印象がつきやすくなるかなと思うので入れていきます。今こんな感じです。そしたらこの真ん中今開けたと思うんですけど、ここにダメ感のあるツヤっとしたハイライト的なカラーをのせていきたいので、パーフェクトマルチアイズのこれが02番なんですけど、この左上のカラー、これが結構肌なじみも良いし、ちょっとこうツヤっと見せてくれるような感じのカラーなので、これを手に取って今開けた真ん中、ここにサッと入れていきます。なんかすごい自然なんだけど、ツヤもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。これこうすることで目元に立体感が作れるので、より奥行きも出るし、メイクもやっぱ綺麗に見えますよね。上まぶたはこんな感じで OK です。そしたら続いて下まぶたをやっていきたいと思います。下まぶたなんですけど、今これ何も塗ってない状態で色ムラがやっぱり気になるので、一回これをフラットにするために、さっきのこっちの05番の左上のカラー、これが結構肌なじみが良さそうなカラーなので、これを一旦涙袋を全体に塗っていきます。アイシャドウとかじゃなくてもコンシーラーとかでも大丈夫かなと思うので、ちょっと一旦ね下まぶたのムラをなくしたいので、割と目尻の方までしっかりと塗っていっちゃうかな。自分の肌よりもちょっと明るいぐらいのカラーがベストかなと思うので、このカラーは自分の肌色と相談しながらという感じになるかと思うんですが、こんな感じかな。ちょっと明るくなって涙袋も少しぷっくりしたような気がしないですか、こっちの目の方が。これでとりあえず仕込みというか一回フラットにできたと思うので、こっからアイシャドウをのせていきます。なんかね、囲みメイクとかでもすごく可愛いんですけど、今回もデカ目を意識したメイクにしたいので、この05番の方の左下のカラー、さっきのこの二重幅の幅で塗っていたカラーですね、これを取ります。ちょっとなんか赤みがかったブラウンで、結構粘膜のカラーに近いというか、このカラーを取って下まつげの際を埋めていくような感じで塗っていくんですけど、主にこの中央の部分かな、ここにのせていきます。結構細めで大丈夫かな、ここはあんまり広く入れすぎちゃっても充血したみたいな感じの目になっちゃうと思うので、まつげの隙間を埋めていくイメージかな。細く細く入れていきます。そしたら一旦ちょっとアイラインを引きたいんですけど、アイラインは慣れてるアイラインでいいと思うんですが、私はこれを使います。ヒロインメイクのプライムリキッドアイライナー、ブラウンブラックだったかな、ブラックでもいいんですけど、ブラックだとちょっと強すぎるのかなっていう風に思うので、ちょっとブラウン味が足されたこのカラーを使っていきます。アイラインなんですけど、私釣り目でよく一回ちょっと下げてから跳ね上げるラインが結構いいって言われてると思うんですけど、それだとなんだろうな、なんか逆に違和感が出ちゃってで、デカ目には見えないのかなっていう風に思ってるので、上のラインはあんまり下げずに自然な感じで描いていきます。まあ、とりあえず描いていきますね。ちょっと説明が下手くそかもしれない。どう説明したいかあれなんですけど、ちょっとこういう感じで
なんて言ったらいいんだろう、こんな感じです。平行って言えばいいのかな。平行でもないんだよな。もう本当にこの目のカーブに沿ってスーって引いていく感じです。なんかよくグッと下げてめちゃくちゃ垂れ目に見せるメイクとかあると思うんですけど、あれも確かに目大きく見えるんですけど、やっぱちょっとどっか不自然さが残ってしまうかなっていう風に思うので、自分の目のカーブに沿ってちょっと垂れさせつつも最後はちょっと上げるみたいなそういうイメージ。本当にこれはね難しいので、私も百発百中できるかって言われたら日によってできない日とかもあるんですけど、流すイメージで描きます。続いてまたアイラインを引くんですけど、今度はペンシルのアイラインに変えます。ラブライナーのペンシルなんですけど、これ私すごく好きで、芯もこんな感じで平らな楕円形の芯になってたりとか、あと発色もとってもいいし、にじみにくいんですよね。ペンシルのアイラインで今度は目頭の方を引いていきます。私いつも目尻と目頭だけ引くんですけど、全体的に引いちゃうと引いてる感が出ちゃったりとか、ちょっと抜け感がなくなってしまって、逆に目元が変に濃く見えちゃったりとかするので、目の形によっても変わってくるかなとは思うんですけど、私は目頭と目尻だけに引きます。ちょっとこう目を引っ張ってあげて、ここですね、粘膜のところを本当になぞるぐらいのイメージで描いていきます。内側をなぞる感じ。私の個人的な好みなんですけど、下にもねちょっと引きたいんですよ。全部引いていくとそこが目のラインになってしまうので、どうしてもこれ以上大きく見せるのちょっと難しいんですよね。目力は出たとしても大きく見せるのは難しいので、さっきこの真ん中の方にアイシャドウを塗っていったと思うんですけど、その境目ぐらい、黒目の内側のラインぐらいまでかな、長くても引いていきます。これも目の粘膜のあたりですね。ちょっと引っ張ってあげて、ここに、このアイライン結構つきがいいので、本当になぞるぐらいでも、ちょっとわかりますか、目からがアップしたと思うんですけど、さっきのこの内側に引いたラインとつなげていく感じで引いていきます。だいぶこれだけでも目がはっきりしますよね。続いて結構デカめメイクでは最近まあ注目されてるというかポイントになってくるこの目尻の部分ですね。ここの三角ゾーンなんですけど、今私こうグッと上がっているので、白目がやっぱちっちゃく見えて、目もどうしてもちっちゃく見えちゃうんですけど、目の下のこのラインを上に引いたラインと平行気味な感じで引いてあげると、そこが目尻のラインに見えて自然と目が大きく見えるので、そういうイメージでやっていきたいんですけど、これもラブライナーなんですけど、今度はもっとよりブラウン味が強いもの、これを使っていきます。結構これね馴染みがいいので目立ちにくいんですよね。目立ちにくいけど、まあ、ペンシルだからしっかりとした線も描けるし、私のイメージ的には一番下がってるラインを本当にそのままぐーっと引き伸ばしていく感じ。はい、こんな感じかな。目の下のラインを引き下げるような感じのイメージでとりあえず描いたら、この05番の方のこっちのカラー、これを使って自然になるようにぼかしていきます。とりあえずこんな感じです。続いて涙袋をやっていきたいなと思うんですけど、さっき上まぶたの中央に使ったカラー02番の方の左上のカラーですね、付属のチップに先っぽをうまく利用していきながら、際に塗っていったアイシャドウよりも下に涙袋を作るような感じでこのカラーを塗っていきます。ここにちょっと明るいカラーをのせて、カラーが涙袋ですよみたいな感じで塗っていきます。これをすることで、さっき塗ったこの赤み系のブラウンカラーのラインがすごく綺麗になるので、よりメイクの仕上がりも綺麗に見えるかなと思います。であとアイラインを引いてないここの本当の目尻のゾーン、この三角のゾーン、ここにも明るめのカラーを入れてあげると抜け感が出たりとか、白目がここまで続いてますよみたいな感じで見えるらしいので、ここにもちょっと足していこうと思います。この線の内側ですね、涙袋の影もちょっと描いていこうかなと思うんですが、この02番の方の下の真ん中のカラー、このカラーでちょっと様子を見ながら影を作っていきます。ここら辺かな。
目のこの中央あたりを中心に塗っていく感じかな。では最後極めつけのマスカラを塗っていきます。マスカラは普段から私もすごく使ってるんですけど、ラブライナーのブラウンブラック、ブラックとかでも可愛いと思うんですけど、アイシャドウのカラー自体もそこまで濃いとかそういうわけじゃないので、ここでブラックを使うとまつげがすごく濃く見えちゃうかなと思って、ちょっと控えめなブラウンブラックを使っていきたいと思います。塗る時なんですけど、上に向かって塗る感じっていうよりかは斜め上に向かって塗っていく方が、私は個人的に目の広がり方がちょっとこうなることでこういっていくことでより大きく見えるような気がするので、まっすぐ上っていうかはちょっと斜め上に向かって塗るようなイメージ、目の横幅を出していくイメージかな。このまつげの方向一つでも目の形ってちょっと変わって見えたりとかするので、もちろんもっと丸く目を見せたい方とかだと上に上げていく方がいいと思うんですけど、目にこうなんて言うんだろうな、奥行きというかこう広がっていくような目元が好きっていう方はこの方法がおすすめかなと思うので、ぜひやってみてください。こんな感じですね。下まつげも塗っていくんですけど、さっき目尻のラインをグッと思いっきり下げたと思うので、ここのまつげを塗ってしまうと、せっかくここまで目尻を下げたのに意味がなくなってしまうと思うので、もう本当にこのラインを自分の目尻のラインだと思ってここら辺まで塗っていきます。目尻は塗らない塗らないでいきましょう。下まつげもちょっと斜めに向かって塗っていくイメージかな。まつげってやっぱ大事ですよね。目力も変わるし目の大きさも多分全然変わると思いますよ。はい、こんな感じでどうでしょうか目大きくなりましたよね。とりあえず目だけ見てもらうと分かると思うんですけど、今回そんなに色のあるアイシャドウだったりとかっていうのを使っていないので、デカめに見えるんだけどすごく自然な感じ、割とナチュラルめな感じのメイクに仕上がったかなっていう風に思います。やっぱり結構工程が多かったりとか細かい作業とかっていう風になってくるとは思うんですけど、ちゃんと目もこんだけ大きく見えるのでぜひやってみてください。ちょっと最後に比較しますか。こっちが何もやってないすっぴんの目ですね。でこちらがアフターです。どうだろう、変われてるかな変われてますか。肉眼で見る限りはだいぶ違うんですけど、ちゃんとカメラでも伝わってますかね。最後エンディングは全部完成した目でエンディングを撮りたいと思いますので、ちょっとメイクしてきます。はい、ということで完成しました。こんな感じで両目やってきました。いかがでしょうかもう目力がだいぶ最初とね違うと思うんですけれども、確かに目は大きく見えると思うんですけど、すごくメイクが濃いなっていう印象はないかな。私はそんなにめちゃくちゃメイク濃いなっていう感じのメイクではないかなっていうふうに思うんですけど、人によっては濃いと思われる方もいるかもしれないんですが、わりかしナチュラルな感じでデカめメイクができたんじゃないかなと思います。リップも塗ってきました。ちなみにリップは今日はねマックのモカっていうカラーを使ってます。このカラーすごい可愛いですよね。ということで今回はこんな感じでデカめメイクを挑戦してみました。本当に最近いろんな方が YouTube だったりとか Twitter とかインスタでもデカめメイクのやり方上げてると思うので、いろんなメイクの仕方があると思うんですけど、私もそういう SNS とかを見てて、あ、こういう風にやればこういう効果があるんだとか、こういう風にやると目が大きく見えるんだみたいなのをいろんな方から吸収しながら自分が思うデカめメイクをしてみました。今回使ったコスメも割とドラッグストアで買えるようなプチプラなコスメが多いので、これからメイクを始めようとかっていう方にもとてもおすすめしたいメイクなので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。